植物の薬用効果は人類にとって重要な役割を果たしてきました。薬用植物は地球の生物多様性の一部です。世界中で5万種以上の植物が薬に使われ、そのほとんどが野生のものです。私たちが日々使っている医薬品の成分は野生の植物から抽出しているのです。特に貧しい地域では野生植物から作る薬以外には必要な医療を受けられません。しかしかつてはよく見かけた植物が至る所で減少し、多くの種が危機にさらされ、伝統的知識も失われつつあります。ネパールの人たちは伝統薬に使う草や根や花を自由に利用することができます。ヒマラヤでは7000種以上にも上る薬用植物が取られています。私は植物の薬用効果とその利用法を父と祖父から学びました。それは代々受け継がれてきたものです。山で薬草を集めるために村を離れて遠くまで旅をしなければなりません。薬草が減り消えたものもあり、見つけるのがだんだん難しくなっています。人と環境を守るために、野生の薬用植物の持続的利用を目指す解決策が緊急に必要とされています。デビルスクローは世界中で関節の病気の治療に使われている薬用植物です。アフリカ南部では過剰な採取により壊滅的な打撃を受けたところもあります。ナミビアではこの植物の供給量を維持できるよう管理するプロジェクトを実施した結果、デビルスクローが回復して現地の人々の収入も増えています。成功の要因は収穫方法にあります。海茎を抜いた後、根を土で覆い残すのです。4年後に再び収穫でき、この方法を繰り返すことでいつまでも収穫が可能です。ブッシュマンとも呼ばれるアフリカ南部の山族はこの方法でデビルスクローを採取し収入源にしてきました。デビルスクローを取って生活しています。収入は多くありませんが、自分と家族が食べていけます。このプロジェクトで働けて嬉しいです。植物としてのデビルスクローを守れるし、収入も確保できます。ナミビアのデビルスクローはその意思さえあればプロジェクトが成功することを示しています。医薬品業界は限られた資源を長く供給できるよう、種の保全や持続可能性を考えるようになりました。デビルスクローなど野生の薬用植物の保全は、採取する人から消費者まで関係者全員の責任です。ドイツは薬用植物とハーブの重要な市場です。医薬品業界は毎年世界中の何千トンもの植物を使うため、人工栽培と同時に野生での採取の確保が不可欠です。栽培できないものもあり、野生から採取する必要があるのです。WWF、トラフィック、IUCN は生物の多様性を守り、人々の健康と社会的正義を確保するための努力の一環として提携団体と協力し、薬用植物の持続可能な利用に関する国際基準を策定しました。